あいつのメガネだ。僕は見たんだ、影に食われるところを。全身影に覆われて、高松くんはジタバタあがくんだけどさ、どうにもできなくて、最後にはメガネまで外れて。あいつがメガネを落とすなんて相当だぜ。で、地面に飲み込まれていった。地面に？イレギュラーすぎる。どうするユリッペ。手分けして捜索。行こうぜ、おとなしさんよ。生徒会長の立花奏さん、今すぐ生徒会室まで来てください。繰り返します。気になるなら行ってみるかい。またあなたたちですか。生徒会の副会長、当然制服見りゃわかんだろ。副会長さん、中に入れさせてもらうぜ。会長が許したので許可しますが、今回限りですよ。なぜあなたたちに。何よあなたたち。あなた、ほんと勝手よね。組織としての行動を。いや、今回は俺が誘ったんだよ。俺のせい。そう。まあいいわ。どうぞお好きに。で、どうなの？影よ影。知らない。あなたがプログラミングしたんじゃないの？違う。じゃあ、バグという可能性があるわ。最近プログラミングしたのはいつ？先週ぐらい。そのせいかも。部屋に入らせてもらうけどいい？誰が？うちのメンバーよ。女性ならいいけど、男性は立ち入り禁止よ。ああ、女性女性。竹山くん、よろしく。了解、クライストです。男の声がしたわ。地声がものすごく低い女性なのよ。クライストです。竹山くんね、どうだった？くんづけで呼んでるし。バグは見つかりませんでした。あと、僕のことはクライストとお呼びください。僕って言ってるし。他のプログラムは？パッシブにオーバードライブ、アクティブにハンドソニック、ディレイ、ハーモニクス。どうしますか？全部消してと言いたいところだけど、不正を認めるわ。何もせず立ち去りなさい。了解です。ねえ天使さん、一時休戦よ。今はその影なる存在が我々の共通の敵となっている。理解が一致するというわけ？そう。あなたも人間を地面に飲み込んでしまう影がこの世界に現れたとなれば、戦う必要があるでしょう。それが本当の話なら。おい、今銃声が聞こえなかったか？別に。外だ！
ユリペ。すっげえ。って、俺らも行かなくちゃな。なんなんだよあいつら、化け物かよ。こんな不気味な存在、この世界にはいなかったぞ。これは悪夢か。誘い見られるカーニバル。この世界に長くいすぎたのかしら。ゲームでよくあるじゃない、永久プレイ阻止のために出てくる無敵のモンスターにしても、助かったわ。本当の話だったのね。背後から襲いかかられた。無秩序に襲うのね。つうことは天使は完全に白ってことだな。そうね。戦線メンバー総員に通達。今後は単独行動禁止。最低でも二人一組で行動。影を天使とは別の適正勢力として対処する。警戒態勢を常に厳とするように。何が起きてるって言うんだ。果たして高松君はまだこの世界にいるのかいないのか、それ次第で。難しいことは分かんねえぜ。きっと今度もユリッペがすごい奇策を思いついて高松君も救ってくれるよ。だよねユリッペ。だといいわね。集合です。日向さん、おとなしさん。相当な緊急事態ってことだぜ。で、どこに？教室です。 3-A。 教室？授業でも受けようってのかよ。高松さんが見つかったのです。そこで自ら消えようってかよ。一体どうした？それは本人に聞いてください。わかった。おとなし、行くぜ。高松、どういうつもりだ。みんな心配してたんだぞ。心配？何をですか？何をって、お前、影の化け物に食われたんだろ？何を言っているのか分かりませんが。自分じゃ気づいてなかったのか。
お前は影に食われたんだよ。で、地面に飲み込まれていったんだ。それからどうした？どうしたも何も、いつものように寮で起きて投稿しただけですが。投稿？そっちの制服に着替えてわざわざ授業を受けに来たってのか？ええ。消えるぞ、わかってるのか？消える？何が消えるのですか？やべえぜ、こいつおかしくなってら。元からおかしいやつだったけどさ。でももう十分よ、日向くん。十分って何がだよ。すみませんが、授業の邪魔です。出ましょう。いいのかよ、ほっといて。消えちまうぞ。いいから。今の問答だけで十分、何が起きたか分かったわ。彼 NPC になっちゃったのよ。ちょっと待てよ、それってどういうことだよ。はっきり分かんねえ。 NPC ってことは魂がないということ。高松くんの魂はどこに？それを食われちゃったんじゃない？それってどういうことさ。何、あいつは消えることもできず永遠にああやってここで授業を受けていくってことか？そういうことになるわね。そんなそれって死ぬよりかひどくね。永遠にかよ、永遠にここに閉じ込められちまったのかよ。なんだよそりゃ、クソ。こんなことも起こり得るのか、この世界は。これじゃ天使に消されちまった方がまだマシじゃねえかよ、来世がある分。ユサです。影また一体出現、大階段を登ってきます。行くわよ、迎撃。忙しいったらありゃしない。こんなことがいつまで続くというのだ。さあね。何十年とここで過ごしてきてるけど、こんなイレギュラーは初めて。しかもそれには天使は関与していない。誰の仕業だって言うの？神様がいたとしてそんなことをすると思う？この世界は新たな生に向けてのステージなのよ。ここで NPC にして永遠に閉じ込めてしまうなんて、意図が正反対じゃない。じゃあ別に黒幕がいるってことかよ。そういうことになるわね。おとなしくん、付き合ってくれる？はい。私たちは何十年とここで過ごしてきたのよ。
こんな事態は初めて。それにはどうにもあなたが絡んでる気がしてならないのよ。ねえ、あなたは何者なの？あなたこそが神に使われて私たち戦線に紛れ込んだ天使なんじゃないの？それは NPC も同じじゃない。連中も全ての感情を持ち合わせてる。ほい？するわよ。そういうのを食いにここに来ている人間もたくさんいる。その模範として付き合ってる男女の NPC もいるわ。え？あなた、もしかして恋をしてるの？だったら二人とも消えているはず。相手は誰？意外ね、岩沢さんがそんな風になるなんて。どうして岩沢さんがそれで消えないのかしら。不思議。それは記憶を取り戻してないからよ。そんな恋愛が成就したところで満たされない生前の過去を背負ってこの世界に来たのよ。あんなものが現れたのね。ええ、私の推測ではあなたたち二人のせいよ。この世界で幸せで居続けるなんて、この世界のあり方から言ったら許されないことだもの。だから影が現れたのよ。例えばそんなことが起こり得ることを私は知ってしまった。私がみんなにこの事実を報告すれば、全員が知ることになる。それじゃ都合が悪すぎるでしょ。だから、すべてをリセットしたいのよ。その通りよ。そして、それは続いていく。あなたは記憶を取り戻しなさい。電気ショックでも試してみる？でも、先生には医学の知識がある人間なんていない。現実的ではないわ。彼女の心残りを聞くことね。彼女はまだ満たされていないのよ。わかる？ええ。
嫌だから、あなたは戦線のメンバー全員を犠牲にしてもいいのね。ここは地獄なんかじゃないわ。とにかく仲間を守るために二つのことを頑張って、一つは自分の記憶を取り戻すこと、もう一つは岩沢さんの心残りを聞くこと。心残り？私は十分恵まれてるよ。あんたもいてくれる。何も心配ない。そんな強引に考えなくちゃいけないことなのか？それと私の心残りがどう関係してんのさ。そうか、ユリが言うのか。なら仕方がないな。考えてみよう。そうだな、私があんたを好きになって、こうして付き合えて、それで思ったことが一つある。言うのがすっげえ照れるんだが。分かったよ、幸せな家庭を築けたらなって。そうだよ、恥ずかしいからいちいち聞くな。話したろ、両親は毎日喧嘩、居場所がどこにもないひどい家庭で暮らしてたからさ。私はそうはしない、絶対幸せな家庭を築いてみせる。そう思ったんだ。幸せな家庭を築くねえ。子供はどうするのよ。
学校に通って勉学に励んで友達を作って真っ当な暮らしを送っていれば消えるわよ。無理強いでは意味ないわ。なら、教えてあげたくなかったけど、教えてあげる。あなたたち、別れればいいのよ。それも、未練の残るような別れ方ではダメよ。二度とあなたと家庭を築くなんて夢を抱かせないような、徹底的な破滅を。できないでしょ。やるの？だったらありがたいけど。じゃあ、私もその覚悟に応えることにしますか。首謀者を見つけ出す。なら、そいつを見つけ出すまでよ。こんなふざけたのね、絶対許さない。辛いな、ありえねえぐらいにさ。ユリに頼まれたんだよ。それで話をしに来た。それじゃダメなんだろ。あんたが全部証拠ともない。私たちもその罪を負う。そもそも関根のやつが遊び半分で仕向けたらしいじゃないか。だから関根もそれを一緒に楽しんでいた入江にも罪を負ってもらう。私は二人の保護者のようなもんだ。監督不行き届きで私も負う。どこに行くんだ？もしかしてデートか？付き合ってからこうして二人で歩くのは初めてだな。だったら初デートになる。ここに用があるのか？ただの空き教室のようだが。何？
もちろん。だから付き合ってる。なら、こっちも大好きだ。照れるな。カット！そこまでです！お前ら、見てたのか？おとなしさん、あんたパネース、ホットパネース。なんなんだお前らは、出ていけ。いやいや、違うんだよ、岩沢。ひさこまでなんなんだ。全部ゲームだったんだ。ゲーム？そう、ゲーム。おとなしのやつがさ、生前はすげえやり手で、どんな女でも落とせるって言うからさ、じゃあ岩沢を落としてみろよって話になってさ、キスまで行ったらあたしらの負け。何でもおとなしの言うことを聞くことになってる。ああ、負けちゃったな。でも岩沢先輩の女らしいところがいっぱい見られてよかったです。というわけだ、岩沢。それはどういうことだ。話が全然わかっていないのは、私一人だけなのかな。だからゲームだったんだよ、岩沢。私たちの負けでおしまい。おしまいって何？私と大人氏は付き合ってるんだよな。ゲーム終了。大人氏は私のことが好きなんだよな。お前ら来るんだって。私を騙していた。そういうことだったのかよ。ま、そういうことになるな。でもゲームだよ、そんな怒るなよ。ひさこ、お前そんなやつだったのか。親友じゃなかったのか。私は親友だと思ってるよ。親友はこんなことしないだろう。おかしいだろう。まあ今回はちと悪乗りしすぎたかな。そんなレベルじゃないだろう。長い間ずっと一緒にバンドやってきたのに、仲間だって思ってたのに、こいつらとならいつまでだってバンドやってられるって思ってたのに、こんなのってないだろ。こんな仕打ちってないだろ。だからそこまでマジになんなよ。悪かったよ。私何なんだよ。お前らのおもちゃかよ。ひでえよ。久々にジャムろうぜ。そうしたら全部忘れられるさ。お前らと一緒に？ああ。ふざけるなよ。てめえら全員くたばって死ねよ。
演出者はお断りです。っていうか、前のライブで岩沢さんの歌を邪魔したこと忘れてないからな。ゆい、その話はタブーって言ったろ。だってこの人が暗い顔でずっと練習風景を見続けてるんですよ。二度と岩沢の名前を声に出すな。どうだい、見てくれたかい。新生第2期ガルデモ、好調な滑り出しだろ。だとどれ、ものすごい盛り上がりだっただろ。意味じゃこれ。え、そうなんだ、あなた弱ってるんだ。そもそも記憶喪失じゃねえか。
おとなし。大丈夫かよ、こんな寝汗かいて。またあなたですか。だから覚えてませんって。まったく困った人ですね。だとしたらありがたい話です。授業にも出ないあなたたちと一緒にはしてほしくないですから。進学に決まっています。またその話ですか。だから消えはしません。ここにはいなくなりますが、大学に進学です。答える必要はありません。それは、私にも分かりません。どうしてなんでしょう。それは証明できますか。またあなたですか。何を言っているんですか。は？不気味なことを言わないでください。そんな人が生きていられるはずがない。怪談話か何かですか。
何をですか？お友達ですか？ということは失恋ですか？また新しい恋を見つけるというのはどうですか？は？いつ以前の？世界？あなたはタイムトラベラーか何かですか？通院しているのですか？ないわけないでしょう。あなたは正常ではない。それで私に八つ当たりするのはやめてもらいたい。我々が友達？いつの間に？まあ、あなたがそういうのであれば依存はありませんが。ユサです。このままでは音無さんの精神が壊れてしまいます。今保護させるわ。落ち着いて、おとなしく。時間が経てば全て解決するわ。記憶を失ったままでいるケースはこれまで一度もなかった。いつか思い出すのよ。そうしたら、あなたの心残りも分かって、この世界から消えられる。それまでの辛抱よ。耐えなさい。なの苦しむだけよ。どうした？今となってはどうでもいい。だからバカか、お前のような男になびくものか。
前線に反旗を翻すというのか。いいだろう、拘束を解いてやる。表に出ろ。何もない。何がまだなんだ。俺が守る。どうしろと言うんだ。渡すものか。どういう意味だ。そんな、なぜそこまでする。死ねないんだぞ。永遠の痛みを味わうぞ。なぜそんな役を俺が。起きたか。雷が近くに落ちたから駆けつけてみたら、なんてことをしているんだお前は。
からあんなむごたらしい仕打ちを自分に。別にもう恨んじゃいないよ。あの日絶望した私は森の奥でひっそりと一人で過ごすことにした。一人になるのは危険なことは分かっていた。影に対抗する武器もない。まあもうどうでもよかったんだ。私はギルドからノコギリやナイフ、金槌を拝借してきて、川の近くに小屋を建てた。そこで魚を釣って焼いたり、木の実を集めて煮たりして飢えをしのいでいた。時間が経てばお前たちの仕打ちも次第に忘れていき、いつか楽になれる日が来る。何年かかるかはわからない。ただその日を待ち続けることにしたんだ。そんなある日、釣りをしていると一人の戦線メンバーと出会ったんだ。新顔なのかな。男で、そういや名前も聞いてなかった。もしかして元ガルデモの岩沢さんですかと聞いてきた。今のガルデモがどうなってるのか知らない。でもあーとうなずいたよ。こんなところで何をしているんですかと聞いてきたから、影から逃げてきたんだと答えた。そしたら男は答えた。そんなのとっくに消えてますよと。いつと私は問いただした。それはあの日、私がお前たちの元から去った日と一致した。それで気づいたんだ。影を消すためだったんだと。お前たちはそのために一芝居を打ったんだなと。でもお前の元に戻ることはできなかった。戻ってしまえばまた同じことになるんだろう。影が現れてしまう。だからそのまま森の奥で一人暮らし続けることにしたんだ。もちろん私たちは会っちゃいけない。だから服を着たら行くんだ。焦げちゃってるけどな。
ばあて見るな、恥ずかしい。調べなくてもわかるだろう。私たちの子供じゃないか。もちろん産む。授かった命は幸せにしてやらないとな。もちろんお前も必要だ。片親なんてかわいそうだ。いてもらわなきゃ困る。信じられない。命あるものがこの世界で生まれたということ。それも一晩でここまで。まあそりゃいるんじゃない。ただそうしたら消えるでしょうけど。だからこんなケースは初めてよ。岩沢さん、自覚症状はあるの？はあ、動いているのがわかるよ。7ヶ月目ぐらいかしら。わかった、信じるわ。じゃあ岩沢さん、席を外してくれる？ああ、廊下で待ってる。影はこっちで何とかするわ。みんなもあなたたちのせいになんかしたりしないわ。安心なさい。あなたたちはできるだけ穏やかに過ごしなさい。産むまで守ってみせるわ。ようやく来たか。はい、名前。名前を決めようって話になったんだ。それはなんとなくなんだけど、女の子な気がする。女の子で何か考えてみてくれよ。何か思いつくだろ。このバカ親が！生きてたら生後2週間以内に決めて役所に届けなきゃならないんだぞ！お母さん！あの人クズですよ！まあまあ、そう急ぐこともない。ゆっくり考えていけばいいさ。じゃあ岩沢まさみのまと私のゆうと岩沢まさみのみーを取ってまゆみという名前はどうでしょう。あ
私の音楽の才能を分け与えようかと。私どんだけだよ。音なしが音がないという意味じゃないか。だからこの子にはその中で小さくでもいい音を鳴らしてほしい。というわけで花に糸辺に少ないのさに鈴の凛キャサリンだ。どうだ、いいだろう。まあまあみんな落ち着け。そこまで興奮することはない。いや、ありえないって意味でどよめいているんだが。キャサリンってなしなのか。ロックな感じではあるけどな。キャサリンの後だけにな。いや、とてもいいと思うよ。それに父親であるお前が考えてくれたんだ。そこに意義がある。愛情が感じられる。南次正美はこの男音なし名前なしを夫とし、良き時も悪き時も、富める時も貧しき時も、やめる時も健やかなる時も、共に歩み他の者によらず死が二人を分かつまで愛を誓い、夫を思い夫のみに沿うことを神聖なる婚姻の契約のもとに誓いますか。ああ誓う。南次音なし名前なしをはこの女、まさみを妻とし、良き時も悪き時も、富める時も貧しき時も、やめる時も健やかなる時も、共に歩み、他の者によらず、死が二人を分かつまで愛を誓い、妻を思い、妻のみに沿うことを、神聖なる婚姻の契約のもとに誓いますか。よし。じゃあ、指輪の交換。おめでとう。またあなたですか。家族？
は？妊娠を？バレたら大問題ですよ。私にではなく、まず担任に話をしてください。それは難儀な事情ですね。おかしいですよ。ならどうして私はその結婚式に呼ばれなかったんですか？それはガルデモっていう身内だけでやりたかったんだ。ガルデモ？あれですか。噂にだけは聞いていますが。ならいいですが、となれば結婚祝いと出産祝いを送らせてもらいます。なら私は何をすればいいんでしょう？そうですか。正直素敵な奥さんで驚きました。ありゃ照れるな。音無さん、忠告します。絶対幸せにしてあげてください。でないと私はあなたと縁を切ります。そして、奥さん。え？私かい？ふつつかなやつですが、よろしくお願いします。あ、OK。では、授業が始まりますので。すげえぜ！この世界で赤ん坊が生まれるなんてよ！こらこら、一番怖そうな面してるやつが近づくな。いいじゃねえか。これでも子供をあやすのは得意なんだぜ。じゃあやってみなよ。聞こえるかもしれない。ほーら、俺がママのお友達の藤巻ってんだぜ。バーバーバー。それベロベロベロがなかったら意味ないんじゃないか。両手が塞がってんだから仕方ねえだろ。ならベロベロやってくれよ。仕方ない。ベロ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 バー。ベロ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 バー。ベロベロ役がこんなにも虚しいとは。何やってんだよ松下五段。ベロベロしろよ。いやいや変わろう。それより最強にいいって言うし、みんなで歌を歌ってあげようよ。本当にお前と岩沢の子なのか？さあ、ここには保育園なんてないよね。どうするんだろう。お前らがいるじゃないか。僕らが何？知能的には保育園そのものだ。な、ひでえ。そうだな。そいつはよかった。私みたいにならないんだな。
たるなあいつ。不機嫌そうな君と過ごして、分かったことが一つあるよ。そんなにして、3人でピクニックに行かないか。もちろん私が作るさ。なんだその意外そうな顔は。私だって簡単な料理くらい作れる。いつか初音を挟んで3人で歩きたいな。私の手で音楽以外のものが作れるなんてな。ああ、自分以外の誰かのために作るのがうまくできるか自信がなかったんだ。今はセッションはしたくない気分かな。良さそうに泳いでいくな。こいつらには感謝してる。死なない世界だと分かっていても腹は減るんだ。その時その飢えを癒してくれたのが川の魚だった。焼くととてもうまい。他の命を奪わなければ私たちは生きていけない。でも
今だけはそれをしたくない。初音が大きくなったら、その時は一緒に釣りをしよう。そして釣った魚に感謝をしながら焼いて食べよう。私がこんなことを幸せに感じるなんて不思議な気分だ。おとなしくん、状況は芳しくないわ。確認はまだ取れていないけど、末端の誰かがまた影に飲まれて NPC 化したようなの。奥さんの出産を待っていられるような状況じゃない。はたからずっと見てたけど、もう十分満たされてるわよ。勇気を持ってその背中を押してあげて。もう一度言うわ。この世界で聖あるものは生まれない。最初から動いていたでしょ。でもまだ生まれていない。お腹はちょっとでも大きくなった？7ヶ月目を維持しているだけ。その子は生まれないのよ。現状は仲間を犠牲にさらし続けているだけ。だから背中を押してあげて。あなたにしかできないの。仲間たちを守れないの。お願い。何？段落したらそうしましょう。何があってもこの先私たちは仲間よ。
ユリからの呼び出し、何だったんだ？そっか。ユリには感謝だな。この子は今、幸せを感じているかな？じゃあ伝わってるよな。私たち夫婦が仲がいいことも、幸せな家庭が待っていることも。ガルデモみたいなロックでもいいのかな。それはそれでいいじゃないか。クラシックは鬼門だな。相変わらずお前は博識なんだな。じゃあ歌でも歌ってみるかな。私は歌を歌ってる時が一番リラックスしているんだ。じゃあ優しくハミングで。最高に幸せだ。岩沢からの伝言を預かってる。その指輪を解いてくれってさ。
別に捨てろとは言われてない。そこに岩沢からのお前へのメッセージが残されている。今でなくていい。落ち着いた時でいい。これを書いている時点で十分幸せだ。もう何も思い残すことはない。いつ消えてもおかしくない。それは今日かもしれないし、明日かもしれないし、明後日かもしれない。この指輪をお前の指にはめた瞬間かもしれない。要はあとは時間の問題だってことだ。そこでお願いだ。私が消え去った後には何も残されないだろう。お腹の子も神様が私のために用意してくれた、いわばよりしろだ。命あるものはこの世界では生まれない。だから今お前に残されているのはこの指輪だった手紙だけのはずだ。私はこの先ずっとお前を縛っておきたくない。愛し合っていたのは真実だ。そこに嘘偽りはないけど、この世界での時間は恐ろしいほどに長い。私という存在を引きずったまま暮らしてほしくないんだ。新しい出会いもたくさんあるだろう。別の誰かを愛することになるかもしれない。その邪魔をしたくないんだ。だから今ここでこの手紙を破り捨ててほしい。そして一緒に私を忘れてほしい。それが願いだ。最後にたくさんの幸せを。音無まさみ。誰と
また、あなたですか。はい。はて、奥さんは？それは、何かの比喩でしょうか。深くは詮索はしませんが、では今から学食に行きましょう。私のおごりです。それは二の次です。落ち込んでいる親友を励ますこと、それが今の私の最優先事項です。飲んで食べて騒ぎましょう。
そんな寄ってこないでください。変な関係と間違われます。いやはや、厄介な親友を持ったものです。